新型コロナウイルスで大きな打撃を受けた屋形船に関するニュースです。屋形船観光を支援しようと品川区は船に乗る料金の半額を補助するキャンペーンをあさってから始めることになりました。水辺観光の中心的な役割を担う屋形船を救おうと、品川区はあさって11月1日から取り組みを始めます。それがエンジョイ品川屋形船キャンペーンです。区内の屋形船に乗るおよそ1万人を対象に1人当たり5000円を上限として料金の半額を補助するお得なキャンペーンです。1万1000円のコースの場合は5000円を補助し、乗る客の負担は6000円になり、8000円のコースの場合は半額の4000円が補助されます。こうしたキャンペーンを行う背景には、苦境に立たされている屋形船の経営があります。緊急事態宣言を発出することといたします。お家にいましょう習慣、ステイホーム。新型コロナウイルスの感染拡大で今年4月緊急事態宣言が発令されました。外出の自粛が呼びかけられ、観光産業は大きな打撃を受けました。多分5月とかも1日も働いてない、4月も働いてないような状況で、5月って言うとゴールデンウィークがある時期、そうですね、本来ならそうなんですけどね、はい、本来ならもうね、廃業も考えてもおかしくないような状況ですね。創業30年以上となるこちらの店にも、当時予約のキャンセルの連絡が相次ぎました。東日本大震災やリーマンショックの時以上にダメージは大きく、廃業の二文字が頭をよぎったといいます。こちらが船内になります。今回のキャンペーンはその状況を打破する起爆剤にしたいと意気込んでいて、こちらの店ではまず船内の改装に取り組みました。この船内なんですけれども、はい、対策どのようなものを取ってますか？はい、そうですね、コロナ前にはなかったんですけど、このテーブルの前 の、 あのアクリルのパーテーションとか、あと、前と後ろに消毒液を配置したりとか、団体さんだけなんですけど、カラオケがご利用になれます。でこちらにマイクとか電木とかございます。使用なさるときはマスクかもしくはフェイスシールドを用意しているので、そちらを使っていただいて ご利用いただく。今回のキャンペーンはすごい楽しみにして期待しております。不安の部分はありますけど、もう今は どうしてもその皆さん経済を回していかなきゃいけない。文化観光課の山崎部長様、車木課長様、昨日は船宿の経営者と品川区の担当者が集まり、キャンペーン開始を前にした最終的な打ち合わせを行いました。事前の PR で問い合わせが多く寄せられていることを反映した質問が相次ぎました。問い合わせいただくと、まず第一声が、それどうやって手続きすればいいんですかっていう方たちが結構多くいらっしゃるので、それを一つの重要なご案内として手続き不要ですよっていう、そういうところを前面に出すのもいいのかなと。ぜひ来年度もこう考えていただければ、同じような感じでやっていただければ、こちらはすごいありがたいです。この屋形船キャンペーン、同じようなスキームなのか、もう少し工夫した方がいいのかっていうのはあると思うんですよね。それを例えばなんですけど、皆さんでまとめていただいて、その段階で、区の方に要望を出していただくとか。未知のウイルスによって一時はどん底に叩き落とされた品川区の屋形船事業者は、復活に向けて先を見据えた取り組みを進めています。